ういうふうにですね、水門がまああると。これは一つのポイントなんですけど、この地形を見たときですね、地形というか作りを見たときに、ここの斜面の角度がですね、急角度で落っこってるんですよね。で、急角度で落っこってるということは、それだけ深みがあると。スポットが成立してるわけですね。だから僕は、こういうところにルアーを入れちゃったと。ヤナゲージ、シャローの鬼という異名を持つ彼は、まさにその異名通りの展開を独自のスタイルで繰り広げることが有名だが、今回はそんな彼にラバージグ、ハードルアーを使わず、ソフトベイトルアーのみでどのようにバスにアプローチするのか、またどのようなアクションで食わすのかなどなど解説してもらいましょう。さらに今回は柳プロのおかっぱりでの攻め方、トーナメントのシミュレーションも解説してもらいます。皆さん、これが柳英治です。はい、今回はソフトベイトをメインに釣っていきたいと思います。ボートからどのようにソフトベイトをアプローチしていくのか、またどういうような場所を、狙っていくのか、どんなリグでやっていくのか、それともう一つは岸からですね、皆さんが日頃岸釣りでワームを使っていると思われるんですが、柳の、攻めるスポットや、使うリグを、皆さんの岸釣りにね、参考にしていただきたいと思います。それでは、いつもラバージグばかりの柳ですけれども、ワームをどのように使っていくかということを、見ていただきたいと思います。今ね、ちょっと水が減水してるから岩が見えてるんですけど、普段はですね、水中に入ってるんですけどね、こういう、リップラップっていう言い方するんですけど、石積みみたいなやつがこうずっと入ってるんですけど、これをテキサスリグとかですね、あと他のワームでちょっとローテーションしながら攻めていきます。まずはテキサスリグで、ボトムをズル引きですね。まずは重めのリグでバスの反応を見る。スプリットジグヘッド、ジグヘッドかな、ママドンのジグヘッドでちょっとやってみます。引っかかっちゃうかもしれないけど。次にジグヘッドリグに変えて反応を見る。これも僕がやるアクションはね、ズル引きが多いんですよね。ジグヘッド相当ね、ボトムの岩を感じながらズルズルと引いてきて、その岩にねアクションしてもらうっていう。ちょっと重いかな、ウィードがね引っかかっちゃうんですけどね。ちょっとねエリア的にですね、ターンオーバー入ってまして、明らかにちょっと水の色が死んじゃってるんで、ちょっと期待が薄いと。今度ちょっとノーシンカーで攻めていきます。ケーテックのですねストレートなんですけど、ボクカルトゥイッチみたいな感じでやるとニュルルーンとこうワームが動いてくるんですよね。重めのリグではウィードを拾ってくるため、ノーシンカーリグでウィードの表層を引いてくる。あ、今ちょっとね来ましたね。フッキングに至らなかったんですけども、いますんで、ちっちゃいな、ダウンショットを入れてみましょう。ケイテックのですね4インチのリーチなんですが、ガマカツの39の4番、5番のシンカーという
30センチぐらいかな。これを今バイトがあったところ入れてみてスローにさ。ノーシンカーのトゥイッチでは動きが速すぎるのかフッキングには至らない。そこでダウンショットでスローに攻めるが、やはり水が悪いのか反応がいまいち。それともワームのカラーに何か問題があるのだろうか。その辺のね、見極めはですね、こうやってですね、同じカラーのワームをすぐ即座に別のリグで入れてみるとか、そうやってやると分かりやすいんですよね。違うカラーでも同じように動かすと食ってきたりする場合はカラーは関係ありませんし、サイズをダウンすると食うとかですね、いろんな種類のワームがもうありますんで、どうやってそのワームを選定していくか、選んでいくかっていうのも重要な項目だと思います。しかしやはり水が悪いのか、当たりはあるもののフッキングには至らない。何かが違うのだろう。ここですね。あ、やっぱり小さいのがつっつきますね。ブルーギルかもしれませんね。ちっちゃいのがね、つっつくんですけども、ちょっと取りたいですね。こうですね、ちっちゃい方が30、一気にここまで落としてみますね。30番まで、50じゃなくてこっちのちっちゃい方の30、これをこういう感じで、ちょっと曲がってる。とりあえずこれでやってみます。先ほどのシンカーでは重いのかウィードの抵抗が多くスムーズにアクションしてくれない。そこでシンカーを軽くしてみた。魚はね、いるんですよ、なんかね。来た。あー、ちくしょう。なんかちっちゃい。ピコンと投げます。お。はい、行きましたよ。はい、予想通りコパス。これでした、犯人は。ね。君だったのよね。はい。ね。のんきーちゃんだ。やっぱり水も悪くてですね、ちょっと違うと、こういうのんきーちゃんしかいないという場合があるんですけれどもね。でもね、一緒になってね、でかいのもいるかもしれませんので、狙ってみると。引き続きキーパーギリギリはね、来る可能性はね、あるんで。釣れたのは小バスだったが、柳プロはこのバスをどのようなルアーローテーションで取ったのか、ここで解説してもらおう。まあ、今のバスもですね、テキサスリグで攻めて、まあちょっと重めのテキサスなんで、ボトムのウィードを引っ掛けてしまったりですね、あとは魚のサイズがね、小さいですから、まあ、反応ないと。で、ノーシンジグヘッドをやってもちょっと違う、ボトムの変なウィードとかを取りすぎちゃう。そんで、ダウンショット、ノーシンカーにしてみたらバイトがあると。で、じゃあ同じカラーの、リーチで、攻めてみる。したら今度、ちょっとシンカーが重かったのか根がかってしまう。で、シンカーを軽くして、同じそのバイトがあった同じカラーの、リーチで攻めると。で、まあ何度か取る。
そんでそのバスの正体を暴くと。ということですね。小さいバスか、ブルーギルじゃないかと思ってたんですけども、やはり小さいバスでした。シラウオカラーっていうふうに別名言われてるんですけどね。食べたくなっちゃいますよね。ですね、このリーチはですね、あまり強いアクションをつけすぎない方がいいんですよね。こう軽くボトムを取ったら、ボトムのですね変化にワームをアクションしてもらうと。まあズル引きみたいのがメインになると思うんですけどね。そして何かに引っかかった時ですね、岩の隙間にシンカーが入ったりですとか、あとウィードにシンカーが取られた時ですね、そうチャンスとばかりに軽くこうシェイク。リーチはね、あんまり強くシェイクしたりせずに、こう軽く、本当にごく軽く、これぐらいでやってるとスーッと持っていく。その軽いアクションというのは具体的にどのぐらいの強さがいいのだろう。テンションをですねこう張ってると自然にこっち来ちゃいますよね。それぐらいのアクションでいいんですよね。そうするとほらグーッと入ると、これまずちっちゃいんですよ、ほらほらね。とりあえずそこにいる魚をどうやったら、取れるのか、今の例でですねローテーションの仕方とですね、リグの開発の仕方と、まあこれノンキーですからトーナメントじゃもうこれパスなんですけど、これが例えばまあ40オーバーとかですね、そういう魚でしたら絶対大事なことですから、参考にしてもらえると思いますね。はい、ここはもうちっちゃいからやめ、もう移動、移動しましょう。ダウンショットで今使ってんのはメガバスのチビドンのダウンショットです。来ましたよ。はい、キーパーだ、キーパー、キーパー、遅こい。こういうの忘れちゃうんだよな、ワームやる。はい、僕はねこういう魚はねトーナメントの時狙わないんですけどね、とりあえずガリガリのキーパーが釣れました。ワーム飛ばされちゃったんですけど、よいしょね。こういう風に、石積みみたいにこう桟橋の跡みたいなマリーナのね、周りによくあるんですけど、この際にこうダウンショット入れて一発ですね。ワームはですねチビドンのですねメガバスのチビドンのアボガドレッドパールっていうカラーなんです。新色なんですけど、これをですねガマカツの39の4番に30のシンカーをつけた軽いダウンショットですね。ダウンショットリグでもバスは釣れるが、どうも柳らしくないサイズばかり、しかも柳らしくないスタイルのようにも見えてくる。そこでテキサスリグにチェンジし、柳らしい魚を狙いに行くのだが、よっしゃテキサスリグだ、テキサスリグ。バスのコンディションがスローなのかバイトがない、やはり今日はダウンショットかと思った時、来ましたよ。これはいいでしょう、これはいい、やばいやばいやばい、良すぎ良すぎ、これ良すぎ、
これは良すぎだぞ。はい、出ました。いや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 、君ちょっと、君何センチあるの？君これちょっとでっけ、なんじゃこりゃ。すごいですね。やりました。またしても50オーバー決めました。50オーバーってあんた、これ55とかいっちゃってんじゃないの。長さすごいね、すごいですね。お疲れさんね。もう撮影だから君は、君クラスになると大変だ。大丈夫かな。で、元気だね。大丈夫かな。ちゃんと見せてくれよ。ほら、行くぞ。よっ、よし。あ、やりました。ですね、リグはこれです。ですね、ケイテックのですね、4インチのパドルテールの、4分の1オンステキサスですね。スーさんに塗ってもらったシンカーなんですけど、スーシンカーね、赤くなってて、こういうグリーン系の色とマッチするように、カラーやったんですけども、普通の、テキサスリグですね。ガマカツワーム310-30です。これ太軸で強いんで、この組み合わせやりました。ロッドは、F5 の 66X ですね。で、糸がですね、 FC スナイパーの12ポンドです。この組み合わせ取りました。やりました。おかっぱりからのアプローチ法を解説してもらおう。こういう風にずっとカバーがあるんですけど、ホテアオイみたいなやつと、あと浮き草みたいなやつですね。こういう、ポケットとかね、見えたらその中にテキサスリグを入れていきます。で、まずね、おかっぱりの場合はこういう足元ですね、これがね大事なんで、釣りつつルアーを落としつつ、適当に落としつつ、こういうウィードみたいなのがあったら投げてみる。スポットが何も見えたら入れちゃう。キセ釣りの人たちを見てるとですね、スピニングでですね、こういう外側のオープンウォーターばかり釣るんですけど、僕の場合はこういう太い糸でですね、どんどんこう打ち込んでいくんですよね。やっぱりブラックバスってこういうところに潜む魚だと思いますんで、僕の場合はもう太い糸、少し重ためのヘビータックルで、落とし込んでいくと、打ち込んでいくっていうのが、大切だと思います。こうやってね、杭、こういう岸際にですね、ポイントがあるところはこういうね、コンクリートの杭なんか、杭みたいなのありますけど、あとコンクリート自体がね、こうデコボコになってますけど、そういうデコボコとかに注意しながらですね、これ丁寧に釣っていくんですけど、そうそう、これずーっとできるんですよ。これはもう、岸釣りならではのですね、すごい楽しさだと思うんですけど、これがもっとですね、水深あって魚が入ってきてるような時期だったら、すごいビッグフィッシュの連発みたいになっちゃいますよね。この追い方を皆さんも、参考にしておいてもらいたいんですけどね。来ました。あっち来た。あ、白くなっちゃうんですよね、ガードレールにワームくっつけると。
多分ですね、ちっちゃいのがですね ついてるような感じなんですよね。まあ岸釣りをされてる方はですね、一箇所でずっとこう同じ場所にこう投げ続けてるっていうような人も多いんですけど、やっぱり足を使ってですね、次から次へとこういそうな場所をですね、回っていった方がいいんじゃないかと思いますね。僕の今のやってることはずっとこれを釣っていこうと、ずっと釣り歩いてきてますから、これの繰り返しですね。次から次へといそうなスポットをこう回っていくっていうのが、それでいればですね、一発でだいたい食っちゃいますんで、回ってくる魚待ちっていうのはあんまり岸釣りではないと思いますんで、次から次へと打っていってもらいたいと思います。皆さんが忘れがちな足元にバスはいるのです。そして何よりおかっぱりで重要なことは、一箇所の場所にとどまらずどんどん足を使って移動し、バスのいそうな場所を自分で探し出すことが重要なのです。ピンスポーツアドバイス。はい、ですね、向こうのね岸を静かに、釣りたいという時にですね、直接足のギリギリを狙うとボチャンとこう大きい音が出ちゃうんですよね。ですので必ず向こう側にの一回そっと乗っける、そんで静かに引いてきて落とすと。ちょっとやってみますね。もうね向こう側にこう乗っけちゃうんですよね。でどこ行ったか分かんないんですけど、あ、もうほらルアーぶら下がってますよね。静かに落とせるんですよね。であとは誘うと、あとは誘う、そんでまた引っ張って、ちょっと高いから音出ちゃいますけど、それを低いところでこういう感じでですね、向こう側に乗っけてやると。そうすると向こう側の岸もですね、スポットを静かに誘うことができると。あそこをねちょっとね狙いたいんですけどね。よしよし、ね、こうやってほらこうやって静かに落として来ないということです。ちょっとね狙いたいところかな、あの真ん中の緑色のここなんですけどね、静かに落とすと。こうやってやるとですね、向こう岸をずっと静かにですね、向こう側の足際を静かにね釣ることができるんですよね。ほら静かに入って誘える。くわでも食わない、でも食わないんだな。ところ変わって霞ヶ浦、ここもやはり足元を重点的に攻めます。静かにズル引き、やはり他のアングラーが見落としてしまいそうなスポットを狙うのがコツでしょう。どっから行けばいいんだ、ここは。またしてもでかすぎる。なんだ君は、やっぱり君みたいな、あ、取れちゃった。ああ、ということです。ひゃひゃひゃ、いましたね。今ねそこまでね来てたんですけどね、木に引っかかって無理やり上げようと思ったら取れちゃった。でもねここはねいますよ。欲しかったけど
ワンモアチャンス、ワンモアチャンスで狙っていきます。いやーでかかったね。こんな場所にバスがいるのというような場所からバスを引きずり出すのが柳プロ。やはりバスは足元にいました。残念ながらバレてしまったバスですが、実は40センチアップはあったそうです。そして再びボートからダウンショットで狙います。来た、よーし、あ、ちっちゃい、おー、ちっちゃい。ダウンショットでちょっとサイズがやっぱりちっちゃいな。こういう障害物をですねタイトに狙う、落とし込んでいくと、こうやってですね糸をねこうやって少しずつねこう出していくんですよね。こうやってスル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 っとこう出していくんですよ。でボトムまで着いたら、だいたい来るときはそこでもう来ちゃうんですけどね、当たりが出るんですけど、でちょっと誘うと、軽いシェイクで誘ってみる。でまた軽く次のスポットにキャストしていくと、落とし込みですね、落とし込みで誘っていくという感じですね。それでですねマリーナをですね釣る場合ですね、船とかですね傷つけないように、またなるべくですね寝がかれようしないようにですね、で注意されたらですね速やかに出ていくようにしてください。わからない方はですねなるべく、遠慮するということですね。見ていただきたいのはですね、ストラクチャーをどんな風に釣っていくのかということですね。船とかこう置いてありますんで、傷つけたりですねするといけないんで、僕もそれはものすごい注意しながら釣りしてるんですけれども、先ほどからダウンショットで釣れるバスは小さいやつばかり。しかしダウンショットででかいバスは釣れるのでしょうか。来ましたよ。結構いいかもしんないぞ、これは。やばいな、これ。ライトタックルでね、ビッグフィッシュをかけた時はね、無理をせずにそーっと寄せてくださいね。結構いいですよ。ほら、結構いいですよ。結構いいですよ。と無理をせずにいなしながら、いなしながらですね、いなしながらそーっとね、そーっとやるとねバスも暴れられない。はい、やりました。いいですね。来ました。これもいいですね。はいはい、ケイテックのね、4インチのリーチですね。それのダウンショットでテキサスリーグを入れても食わないやつなんですけれども、スローに誘うとこういうのも食うと、すごくコンディションのいいバスですね。よっと、はい、よっ、うん、おー、よしよしよし、
ダウンショットでもでかいバスは釣れるのです。そして何よりテキサスリグでは食わないスローなバスをダウンショットで釣る、これがライトリグの醍醐味ですね。食いましたよ。とは豆だ。今度は豆、今度は豆でした。ちょっと飲まれ気味、ちょっと飲まれ気味。よし、今のはサイズが小さかったけど、どんなアクションで釣れたのでしょう。ただですね、もうこういうスポットに落とし込んでいって、あとは当たりを待つと。そんなにアクションもつけてませんよね。着実にボトムを取って当たりを待つみたいな感じですよね。あっち行きます。風が出てきたためダウンショットでの当たりが分かりにくくなってきた。そこでポイントを移動したが、やはり風は強い。しかしそんなことは関係ないのか。来ましたよ。これもいい、これもいい。良すぎる。やばい、やばいんだよね。船エレキでね、少しずつねポジションを、ね、離していくんですよ。でね、無理しないでね、無理せずにねこうやっていくんですよね。慎重にね。慎重にオープンウォーターで勝負しないとライトリグはやばいんですよ。これもいいわ、これもいいわ。ちょっと怖いな。なんで怖いかって言いますとね、ライン3ポンドなんですよね。これ河口湖のまんまの3ポンドだからね、ちょっと怖いんですけど、優しくね扱ってあげればね取れるんですよ。ほら40番。やばい、これやばいわ。ちょっと飲まれ気味になってるから針切れちゃう。だから、ね、無理することはないんでね。怖い、無理することはないんだけど、あ、大丈夫だ、飲まれてないわ。よし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 、これね、取れねえよ、取れねえ、取れねえ、取れない。頼むよ、頼むよ、頼むよ。よっしゃい、やりました。決まりますね、ダウンショットね。いいサイズが出ますね、バッチリ。キングもバッチリです。やりました。はい、リリースしますよ。いいよ、お疲れさん。よいしょよいしょよいしょ。ますます風が強くなってきたのに、まだダウンショットのまま。この風の中で当たりを取ることができるのでしょうか。普通の人じゃラインが風に流され釣りにならないでしょう。来ましたよ。よし、でかい、これもでかい。そんなでもないかな、そんなでもないかな、そんなでもない感じ、そんなでもない感じ、そんなでもないけど、まあまあ、そんなでもないけど、まあまあ、まあまあでもない。そんなでもない、そんなでもない。よっと抜いちゃいます。ビビりながらやってくからな。
き続きケイテックのリーチで。ジューン。おお。やりました。よし、逃げた逃げた。もうちょっと風が強くなってきちゃったんで、しっかりとやっぱり釣りできないと困りますんで、風の当たりにくいワンドの中といいますかね、こういうポイント、今ここでも波高いですけど、来ちゃった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 。なんでそんな簡単に釣れるの？それとも今のは偶然のヒット？釣りがね、できる場所で、やるっていうのは基本ですよね。あとまあ僕が好きなエリアでもありますんで、とりあえずここを選びました。それでですね、風が強いんですけども、風が強い時のね、当たりの取り方っていうのは、まずもう糸に集中ですよね。でなるべく糸を直線に、曲線になってると当たり出にくいんで、なるべく直線にするように、当たりを待つということですね。まあ風下からきちっとこうまっすぐに、風下に対して垂直に投げると、糸はまっすぐになりやすいんですけど、どうしてもねボートポジションと置いたい場所の関係で、それができない場合が多いんで、そういう時はもうなるべく、糸をですね水につけてまっすぐにこう糸をさばいてあげるっていうのが大切だと思いますね。ですんで今なんかもこうキャストしまして、あら、キャストしましてですね、こうすぐこう糸をですね水につけて、でピピッとこうまっすぐにしてこう待ってあげると。でロングキャストはね、あまり当たりも取りにくくなっちゃうんで、まあなるべく接近できるだけ接近して、で当たりを待って、あっという感じで待ってると当たりは非常に分かりやすいんで、とにかく集中ですよね。集中して当たりを待ってると。なるほど、風が強く当たりが取りにくいときはできるだけラインをまっすぐさばき、そして何より大切なのがラインの動きだけでなく体のすべてでバスの生命感を感じ取る集中力が大切なのです。来ましたよ。よっしゃー、なかなかいいかな。まあまあいいわ。よしよしよし、いけないな、こうやって。よし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 、よっしゃ、まあキーパーだな、普通の。とりあえずまだまだこう釣れると思いますんで、逃がします。よっ、これもブルギルっぽいな。よし、あ、バスだ、バスだ、小バスだ、バスだ、小バスだ、一緒にいるんだよな、小バスとブルギルか。さすが柳プロ、
風が強くても集中力があれば小バスのあたりも見落とさない。しかもナイスフッキング。 97JB トーナメント in 霞ヶ浦を柳英二はどう戦ったのかシミュレートしてもらいましょう。はい、今シーズンですね、僕はジャパンシリーズ第4戦、ワールドシリーズ第4戦両方ともですね、2位という成績を残すことができたんですけれども、その時にディープとシャローをどのように、釣り分けていったのか、どういうふうにして、シャローにしろディープにしろ組み立てていったのかということを実際にですね、そのポイントに行きまして、解説したいと思います。そのシャローを選ぶんでも、やはり、シーズナルなこともありますし、そのポイントの良し悪しというのをですね、実際にプラクティスによって、見ていくんですけれども、今回はですね、実際にその現場に行って、解説したいと思います。それでは行ってみましょう。はい、ここはですね、ワールドシリーズの、初日ですね、メインになったゾーンですね。このコンクリートの、ね、焼いたみたいなのと足がセットになってますよね。それでね、ここだけね、多分ですけど、このコンクリートの焼いたみたいなやつに足が保護されてて、少し足の発育みたいなのがいいみたいなんですよね。ワールドシリーズのですね、2日目もですね、ここで撮ったんですけれども、2日目はですね、杭の方が、杭に時間をかけて、結局メインになったのは杭の魚が、メインになったんですけれども、2日目もここで撮りましたという、ゾーンです。コンクリートについている場合もありますし、メインはですね、こっちのやっぱりコンクリートより中の足ですね、足の、地形を釣るみたいな感じなんですよね。この足の密な中には魚入れませんので、根っこでできている地形を釣るというような感じになります。ここはですね、クラシックのプラクティスでも来たんですけど、釣れなかったんですよね。多分水の関係だと思うんですけど、水や餌の関係だと思うんですけど、いない時っていうのは全くいないんで、でいる時っていうのはポンポンポンとこう来た、よっしゃー、あー間違った、いますね。もういる時っていうのはね、いるんですよね。今のはね、やっぱりこういう風に近くなってるようなところですね。こういう感じでたまにコンクリートも打つし、そしてこういう足のところにも打っていくと。でかいのがいきなり、うわでかい、ブワーッと釣れちゃうんですよね、ここが。はい、でかすぎる、これはでかすぎる。まあ42、3かな、これですわ。いる時にはね、こういうのがね入っちゃうんですよね。これはちょっとね、このポイントにしてはでかいなっていう感じですけど、こんなのが釣れちゃうんですよ。こんなのがね釣れちゃう、こういうバスです。いやー重い、1500あるかなぐらいですね。よいしょよいしょ、うん、よしよし、いますね。それでですね、2日目なんですけれども、2日目はですね、とりあえずリミットを取りに行こうという考えが、強いですから、ワールドシリーズ初日トップだったんですけれども、もうリミットをまず取りたいということと、他の選手との話からですね、杭が生きてるらしいということで、まず杭を釣りに行ったんですよね。で杭を釣りに行って、
日曜日ということもありまして、ここウェディングの人たちがね結構多くやるんですけれども、そういういろんな、シャローを取り巻くいろんな状況からですね、まず杭を釣って、杭でですね4本ぐらい釣ったのかな。でそれからここのポイントに来まして、やはりウェディングの人とかいるんですけれどもね、その中で1本取って全部で5本と、それから一気にですね西浦の方まで走っていって釣りしたんですけど、花室川まで入りましてね釣ったんですけど、結局、その5本だけだったということで、まあこのポイントがなければあの成績はなかったなというとこですね。でかいのがね今日はいますね。よっしゃー、これもでかい、これもでかいっす、これもでかいっす、この魚です、この魚、このサイズです、約1キロ、この魚が、この普通のサイズということで、今日はねいいですよ、いますよ魚。ちょっとレモネギに、ちょっとレモネギに、よし、ケイティクラバージグの14グラムですね。これでキロ100グラムなんでもな、これですわ。もしもクラシックのプランの時ですね、こんな感じで釣れたら、間違いなく選んでたんですけどね。いるんですよ魚が。大体、このポイントは、こんな感じで今日も行きたいなと。はい、ここはですね、ジャパン戦の初日ですね、初日と2日目の、前半ですね使ったんですけれども、ジャパン戦が行われる前のですねイースタンシリーズでですね、ちょっとシャローをメインに冬から立ててきたものがちょっと失敗しまして、もっと安全なパターンはないかっていう、ことを考えたんですね。北浦の時もそうなんですけれども、ちょっとシャローをメインにするのは危険な感じがあるんですよね。ですんで、この霞ヶ浦でもちょっとディープをメインにやった方がいいんではないかという、ことを考えまして、ジャパン戦はですね、ディープをメインに立てました。2日間ディープオンリーで勝負して、行こうということを考えたんですけれども、その時にですね、スーさんにですね、スーダマのスーさんに教えていただいて、春節を選んだんですけれどもね、瞬節こう掘られてるブレイクがですね、ブレイクとブレイクがぶつかってるんですけど、その角っことかですね、そのブレイク上にある岩のこぼれですとか、そういったところを、ヘビキャラで当日は釣りました。もうここを、アンカーを下ろしてですね、ずっと粘るというスタイルを取りまして、岩がですねゴツゴツしてるんですけれども、そういう岩をですねずっと叩きながら、やっていたと。それでですね、取れたウェイトはですね、初日が4キロちょっと超えたぐらいでしたかね。ヘビキャノで4本、5本、6本ぐらい釣ったのかな。それとあとディープ X201 で1本決まりまして、トータルで4キロと、非常にタフなトーナメントだったんで、それでもね、初日15位ということで、明日もここで行こうと、いうふうに決めたんですけどもね。ところが2日目ですね、入ってみてもうノーバイトなんですよ。ああしょうがないなと、まあ厳しいのはシャローもディープも一緒だなと思いまして、ずっとね粘ったんです、ノーバイトでも。
でも2時間ぐらいしてですね、ブルーギルのあたりがやっと出るぐらいで、もうちょっと裏になりまして、移動を決意しましてですね、シャローを叩きに、2日目は行きました。まあ仲間がですね、シャローは生きてるという話をしてたんですが、2日目を迎えるにあたって今さら、変えるわけにはいかないという、気持ちもあったんで、まあメインにディープをメインにねしようと、俺はもう2日分しっかり立てたつもりだから2日間ディープで行こうと思ってたんですが、結局、2日目の後半にシャローを叩きに行きまして、なんとかリミット揃いまして、ウェイトもですね、でも4キロぐらいですかね、やっぱり確か大したことないんですが、それでも2位まで、上がることができたと。西浦の、西側といえばいいですかねの、プラクティスでもですねあまり叩いてなかった、叩いたことのないようなエリアなんですけれども、叩いてみて、まあ4キロぐらいは釣れるだろうという気持ちでですね、リミットぐらいは揃うかなという気持ちで、そういう得点をこう争ってますからね、点数を取るために、移動を決意しまして、ヘビキャロピックアップしまして、さてどんなタックルで打とうかななんて、シャローを打つ専用のタックルも積んでない、状態だったんで、一番太いとかね10ポンドだったんですよ。で10ポンドにね、ロッドをなんか一番打ちやすかった、確か F5 の66だったと思うんですけど、それを積みまして、積んだというかそれを組み替えましてね、リールとその竿を合わせてガイドとして、ケーテクラバージグを結んで、打ちに行ったと。それでなんとか、釣れたから良かったんですけど、釣れない確率も非常に高いので、プラでねチェックしてないゾーンを行くっていうのは怖いんですけどね、それでももう、ここで粘ることは僕にはできなかったということです。はい、僕のですね、ジャパンシリーズと、ワールドシリーズの、霞ヶ浦の攻略法と、トーナメントではですね、成績をやはり残さなければなりません。その中でですね、プラクティスがあって、過去の経験があって、そういった中で試合プランというものを、組んでいくわけですが、皆様もですね、まあ、トーナメントの時にですね、いろんな考えが、あると思いますが、僕はですね、自分自身で、釣れる釣れないとかですね、あとは勘みたいなものをですね大切にしながら、試合プランを、勇気を持って変えることもありますし、意地で押し通す時もありますが、なんといっても、魚を釣るんだという意思をですねしっかり持って、やっていっていただきたいなと思います。はい、今回はですね、ソフトベイトを中心にですね、攻めていったんですけれども、テキサスリーグではね大きいやつ取りましたけれども、あれは、まあ、いつも僕がラバージグで取るような魚ですね、あれラバージグでも取れてたと思います。あとですねテキサスリーグを打って、食わないところにですね、ダウンショットを入れて釣れたシーンもありましたね。ソフトベイトはですね、いろんなリグがありまして、いろんな使い方ができます。皆さんもですね、その辺を参考にして、リグや、攻めるポイントを考えてもらいたいと思います。岸釣りのポイントもですね、僕の場合はああいう風に厳しいスポットを狙っていくんですけれども、まあ、テキサスリグがねメインになると思いますが、それも、他にもですねダウンショットでアウトサイドを攻めたりもできますんで、皆さんの中でですねいろんな攻め方を考えながら、やってもらいたいと思います。
これからもですね、いいビデオをどんどん作っていきたいと思いますんで、皆さんこれからもよろしくお願いします。今後ともですね、僕はトーナメントでこの船で頑張っていきますんで、どうかよろしくお願いします。よしと、ちゃんと閉めて船を飛ばさないようにしないと、いけませんからね。晴海の皆さんはね、気をつけてくださいね。しっかり縛って、よし、帰りましょうか。あ、白井も頑張るぜ、よろしく。1万2000円、乗って65万円までお願い。